とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれ、使います。瞬足のブーツですね。最近は羽よりこっちの方を使うようになってきました。ブーツ、キノコ、エリクサーのカバン。で、武器が骨コンボに、スパイダーアーマー。で、失われた魂の棒、流れ込む魂ですね。まあ、流れ込む魂がついてれば何でもいいんではないでしょうが、まあ、ただしスパイダーアーマーは、耐久力ありません。なのでちょっと注意していかないとね。うん、あでも常に OKOK パワーポーション飲んでいけばいけるでしょう。ちょっと待って、クリーパーの数すごくない？ああ50% がクリーパーに変わるだ。あ、でも、ああ、全然倒していけるよ。うん。オッケーオッケー。ああ、食らうときは食らう。で、パワーポーション、飲みてえな。でも、そううまくもいかないか。OK。OK、OK。上あるね。多分上に、キャプテンが1体いるはず。よし。キャプテン、もちろん全部、倒します。キャプテンは倒す。油断したらやられるな。ああ、いるいるいる。オッケー。油断したらやられそうです。このまま攻撃する。にゃっ。オッケー。で、ここは一体だけだよね。あとは、洞窟の中だ。洞窟行きましょう。多分3、4体はいるはず。洞窟いるかな。とりあえずこのクリーパーは早めに起爆。いやー、いっぱいいるな。全部起爆させたいけども、いや無理だわ。 OK。 でもせめてこのトゲ付きのやつだけでも倒しときたかった。 OK。 いや、いるぞ。あ、怖い怖い、危ねえ。なんだここ、ちょっと待って、トゲやん。あ、もう、え、どこ、あ、こういう道ね。よし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 、なんか嫌な道。あ、矢はもういらんわ。矢はいらない。ちょっと待って、キャプテンいなくない？すごいすごい。キャプテンいないか。多分1、2体しかいないかも。多くて2体じゃない？ちょっと何ここ、ポーションバリア入れないと無理無理。なんだ、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、あっ、いや、いないのね。何だったの。略奪者に代わってラッシュを持ってるか。あー、ちょっと待って、これクリーパーと相性悪いぞ。これラッシュで突っ込んでこられたらまずいな。あー、やべえやべえ、このエンチャントちょっとよろしくない、相性悪い。いや、でもワンパンで倒せれば問題ないか。
倒していければ問題はなさそうだね。行きましょう。いやいやいや、半分がラッシュ持ってるっていうのはきついな。オッケー、これらは全然余裕。問題は最後だな。うん、ステージの最後あたりが結構きつそうだなっていうところ。うん、でもまあそれ以外は大丈夫かな。あ、バカとアイテム取ってて攻撃ができなかったっていうやつ、もう余裕で倒していける。あ、きつい行きましょう。それでは終盤戦いきましょう。そこが実際きつそう、こっからが。うん、まあまあまあ、キャプテンも最後の方には、多分2体ぐらいはそうだし、それを取った後かな。あ、でも、あ、やばい、固まるだ。うん、ラグがなければまあ全然いけそうね。はえ動き早っ、こいつは。ラッシュ入ってるの早いね。よし、まあ大丈夫、こんなやつ。よし、 OK、 もう矢はいらない。最後はまあまあ走り抜けてもいいよ、全然いいんだけど、キャプテンは倒していきたいので探しましょう。いや、いないか。ここのフィールドにはいないっぽいね。上だ。いや、でも上にいるか、これ。もしかするといないのかもしれない。いやー、ちょっときつい。ちょっと待て、エンチャントはなんとかね、無理。お前だって。よし、また。え、これいなくない？あ、これいないわ。うん、もういない。うん、あー、なんだ、結構ぬるかったな。結構ぬるめでした。はいはい、まあクリアしましょう。はい、ということで、今日は瞬足のブーツを使っていきましたけども、やっぱりね、快適。うん、怒りを使っていくと結構面白かったんだけども、このね、骨コンボもめちゃくちゃいいね。破壊力があるやつとの相性がいいです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。